はい、どうもありがとうございます。今回の動画はビッグタイムバルサガチャ最終評価ということでやっていこうと思います。メイン役の方でデヨング、アラウフは確保したんですけど、残り80ボックスぐらいでね、セルジロベルトが残ったんですけど、自分はスルーしました。逆足進路精度がね、高い高いだったら狙いたかったんだけど、まあ強いんだけどね、絶対取ってたらベンチに入ってるんだけど、8000コインで追うかって言われたら、まあきついなっていうところでスルーします。なのでデヨング、アラウフの評価気になってる方は参考にしてってください。まずデヨングね、めちゃくちゃいいです。使えば使うほど、ボール刈り取り能力も高いし、やっぱ足元あるんでね、使用がめちゃくちゃいい。まあ今までプレイメーカーのデヨングしか使ったことなくて、あのバグ強化のセンターバックデヨングは持ってなかったんですけど、まあ、けどね、習慣デヨング持ってる人の評価も聞くと、2列目のデヨングの方がいいみたいですね。やっぱ自由に育成できるし、スキル追加もね、5枠できるということで、まあ自分ブロッカー、インターセプトはとりあえずつけたんですけど、まあ、かなりいいっす。終盤強で2列目で、ボランチセンターバック、足元がある、無印起用できるんで、まあ余裕があれば取ってもいいかなっていう選手でした。まあただね、アラウフォ、この選手はガチで獲得必須級。右サイドバックでもセンターバックでも、どっちでも強いんで、これはもうずっとガチスカに残る選手だと思います。2つのポジション1000級に強いんで、なかなか外れることはないですね。個人的にね、富安レベルのインパクトでした。なので今回ね、アラウフォは絶対取って、まあ、その道中でデヨング、セルジュ・ロベルト出たらいいかなぐらいで、行くのがいいのかなと思います。まあ、あくまでね、個人の意見なんで、参考程度に考えてみてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。